ジム・ボイレンはアメリカ合衆国のバスケットボールの指導者、ミシガン州出身。メイン大学ではジュニアシーズン、シニアシーズンともにキャプテンとして活躍し、シニア時代には所属カンファレンスのファーストチームに選出された。最優秀選手のレジー・ルイスに次ぐ優秀な選手であった。コーチングのキャリアをミシガン州立大学のアシスタントコーチとしてスタートし、 1987年から1992年の間勤め、1992年に NBA のヒューストンロケッツでアシスタントコーチとしての職を得て、11年間勤め、二度の優勝に貢献した。この間アキーム、オラジュアン、ヨーアキララを指導した。2003年シーズンにゴールデンステートウォーリアーズ、2004年シーズンに ミルウォーキーバックスのアシスタントコーチを務めた後、ミシガン州立大のアシスタントコーチに復帰し、2年間、務めた後、2007年ユタ大学のヘッドコーチとして、4シーズン式を取った。その後2011年に、再び NBA に戻り、インディアナペーサーズのアシスタントコーチを経て、2013年シーズンに、今までの実績を買われ、主要なアシスタントコーチのマイク・ビューデンホルザー、 ブレッド・ブラウンが続けて他チームのヘッドコーチとして転出したサンアントニオスパーズに招かれトップアシスタントコーチに就任2014年の優勝に貢献した2015年6月シカゴブルズの新ヘッドコーチのフレッド・ホイバーグの要請で第一アシスタントコーチに就任することが決まったありがとうございます